アルトゥル・スタニスワフ・ポトツキは、ポーランドの貴族、軍人、伯爵、小説家、ヤン・ポトツキの次男。ヤン・ポトツキとその妻で、スタニスワフ・ルボミルスキ公爵の娘であるユリア・ルボミルスカ公女の間の次男として生まれた。母が若くして死んだため、兄のアルフレトと共に、母方の祖母、イザベラ・ルボミルスカ公爵夫人の手元で養育された。年に、 ワルシャワ大公国の陸軍大佐となり、1812年、ロシア戦役には、自らの私費で一個連隊を用意して参加した。また幼馴染のユゼフ・ポニャトフス機構の副官を務めた。ナポレオンの皇帝隊以後は、ポーランド会議王国の軍隊に所属し、百日天下でも大同盟軍の下で戦った。その後、ロシア皇帝アレクサンドル一世紀の副官となり、ロシア軍、 この絵料キ平連隊所属の注意となった。ポトツキはクラックフに今日定め、同市にポドバラ並宮殿を建てて住んだ。クラックフの歴史的建造物の保存、管理に熱心だったほか、事前施設や病院の建設を積極的に援助した。1825年からはクラックフ自由市の国会議員、貴族院議員を務めた。また、マルタ騎士団の騎士にも助任されていた。 1816年に、フランチシェック・クサベリ・ブラニツキ伯爵の娘ゾフィア、ブラニツカと結婚し、間に三男一女の四人の子女を設けた。末息子のアダム・ユゼフ・ポトツキは、政治家として活動した。1832年に死去すると、クラックフのバベル大聖堂にあるポトツキ・ケレーに、葬られた。ありがとうございます。